これで始まってるんですかね。多分大丈夫そうですよね。あと、はじめまして。兄貴がいつもお世話になってます。あと、自分、ハジって言います。葉っぱの葉に数字の2でハジって言うんですけど、よろしくお願いします。今、兄貴がコンビニ行ってて、ちょっとバレないうちに撮って投稿しちゃおうぜ、みたいなノリでね、撮らせてもらってるんですけど、この前兄貴と話してた時に、なんか兄貴がすげえ今メールをもらってるらしいんですよ。みんなからね、相談メールっていうんですかね、もらってるって言ってて、どんなこと書いてあんの？みたいな話をしてたら、なんだっけ、まあ、やる気が出ないっていうのが今すげえ多いみたいなことを言ってたんですよ。じゃあ動画撮ればいいじゃんって言ったら、いや動画撮ってるよみたいなこと言うんで、見してっつって見たんですよ。そしたら、なんかいろいろまあ喋ってるわけですけど なんかやる気が出ない理由を見つけてこうぜみたいなことを兄貴が言ってて、見た人いると思うんですけど、あれうざくないですか？いや、僕もやる気出ないこと多いんですよ。割と多いんですけど、やる気出ない理由分かったら苦労しなくねみたいな、思いません？ 俺だけっすかね、わかんないですけど で、しかもうちの兄貴動画だとなんかすげえ優しい男みたいなに映ってる感じするんですよ。いや全然っすよ。家で僕に対してめちゃくちゃ言いますからね。いや、あのテンションで動画撮れよってめっちゃ思うんですけど。で、まあそれを聞いた時に、自分も喋りてえと思って兄貴にバレたら削除されるかもしれないですけど。で、まあ、正直自分あんまりああいう兄貴みたいなタイプじゃないんで優しく言えないんですけど、やる気出ねえとか甘えじゃないですか。正直甘えだと思うんですよ。っていうか、まあ僕もやる気出ないことめっちゃあるんですよ。勉強とかでもやる気出ねえっつうか、やりたくねえなって思うことめっちゃあるんですけど、でもやるんですよね。なんでかって、別にやる気があろうがなかろうが関係ないんですよ。やることなんで。勉強ってやらなくても生きていけるじゃないですか。たまに飯食うのとか風呂入るのめんどくさい時ありません？だりーなーっつって。特に風呂とかないっすかね。俺あるんですけど。でもまあ風呂は究極入んなくても、まあ生きていけるかもしんないですけど、飯は死ぬじゃないですか、食わなかったら。まあ風呂も、周りに臭いって言われるの嫌じゃないですか。で入りますよね、必要に迫られて。でも勉強ってやらなくても生きていけるんでね、別にサボれるんですよね。でも、例えば、進学したいところがあるとか、順位、この順位取りてえとか、まあ自分はあるんですよ、それが。あるんで、それを、本当にそこ取りたいって思ってるんですよ。そこに行きたいって思ってるんですよね。だから、別にやる気があろうがなかろうが関係ないんですよ。やるっていう。で、具体的に、ああ、やる気出ねえなーって思うじゃないですか。やる気出ねえなーって思ったら、机座るんですよ。勉強机に。で、1問解くんです。やる気出ねえなーって思ったら1問解くんですよ。やる気って、なんかさ、周りの友達の話聞いてたりすると、そう、あれなんですけど、やる気出ねえなーって時に、結構スマホいじりません？ LINE 開いたり、インスタ開いたり、わかんない、YouTube 見たりとかもそうかもしれないですけど、YouTube 見てやる気出ます？インスタとか Twitter 見てやる気出なくないですか？ LINE で、あーやる気出ないって、私もーみたいな、あははって、やりとりしてやる気出なくないですか？別にやる気のもとなんて絶対ないと思ってんすよ、SNS に。まあ、YouTube わかんないですね。ギリギリあるかもしんないですけど。でも見つけれる可能性の方が低くないですか？それでいろんな動画ザッピングして、気づいたら1時間経ってました。で、やる気が出たらいいですけど、それで1時間経ってて、うわぁ、1時間無駄にしたっていう自己嫌悪になる確率の方が圧倒的に高いと思うんですよね。そうなるぐらいだったら、自分でやるしかないみたいな。やる気があろうがなかろうがやるんすよ。
で、やってるうちにやる気って出てくるんですよ。で、自分はやってるんですよね。まあ、こんなん言うとね、マジで怒られると思うんであれなんですけど、まあ、そんな感じっす。これ多分兄貴バレたら本当に怒られるやつなんで、なんすか、高評価って言うんでしたっけ、ちょっとあれ押しといてもらっていいですか。多分あれ高評価多かったら兄貴多分この動画消しにくいと思うんで、すいません、よかったらお願いします。あの生意気にすいませんでした。じゃあちょっと兄貴そろそろ帰ってくると思うんで終わります。どこだ、これか。